じゃあ今日のパパからの授業は、授業お金のお金の話、何でもよかったんだけど、お金前の続きね。お金の貸し借り、貸し借り、お金の貸し借り、貸し借りってわかる、意味、貸したり借りたりすることね、で、前さ、あ、前銀行の話したでしょ、銀行の大きな仕事は、まあ、細かいこと言ったらいっぱいあるんだよね、ヨコちゃん、はい、銀行に勤めてたからさ、ママは銀行に勤めていたから大体わかるのに、いろいろやることはある、仕事は細かいこと言ったらいろいろあるけど、一つはお金を預かるでしょ、預かることでしょ、貸す、預かる、いいね、そして二つ目は貸すことなんだよ、貸すことが仕事でしょ、うん、で銀行は簡単に言えば貸すことで儲かってんの。で、じゃあどうやって儲かってんのかなっていうところがあれ、今日の話。でも儲かるってことはさ、あの反対側で、あのお金を払ってる人がいるってことだからね。これをよく理解してよ。儲かるってことは誰かが払ってる。うん。ケントの。だから、じゃあ銀行と。ここに銀行、A 銀行と、はい、A 銀行とこっちでお金を借りたいケントさんがいました。ケントさん、ケントさんがいますよね、はい、で、A 銀行がケントさんに100万円貸してくれました。そしたら、もともとここにあった100が今ゼロになったんだよね、この今丸一の状態だとしたら、でこっちこの同じ丸一の状態でゼロだったケントのところに100万が増えた、今この状態でしょ、うん、でこれってもともとここにあった100がこっちに移っただけのように見えるでしょ、この図だけだと。でもこれね、お金を銀行からしたら貸したことになるよね、でもケントからしたらお金を借りたことになるよね、うん、でケントはこの100万円を銀行に返さなきゃいけないわけ、借りてるお金だから、もらったお金じゃないからさ、うんうん、で銀行もさ、ケントに貸したけどケント逃げちゃってどっか行っちゃいましたってさ、これただお金ケントにあげただけじゃん、これじゃ仕事にならないでしょ、うん、だからお金を持ってないケントさんに100万円貸してあげて、次ケントが返すときにこれね、100万円で返してくださいじゃないの、うん、100万円もうちょっとそう、もうちょっとそう、これね、じゃあゼロの状態に、じゃあ次この100万円を2回に分けて返してくださいって時に、100万円って 2で割ったらいくら、50万でしょ、でも返す時は50万じゃなくて、例えば60万にして返してくださいとか、まあ、ちょっとこれ高すぎるとかいう話あるんだけど、それは置いといて、自分が借りたお金以上のお金で返さなきゃいけない。で、それは何でかって話をちょっと前したと思うけど、まあだから自分が借りた半分のお金の50じゃなくて60にして返さなきゃいけないわけよ。60万で返さないといけないってこと、うん、だからこれがもともと県で100万持ってたのがこれ40になっちゃうよね、うん、でこっちが0だったのがこれ60になるじゃん、うん、なるほど、そういうことだ、うん、でもこの足し算は60と40で変わってない、うん、ここはね、意味わかる、意味わかる、もともとこっちにだけ100がありました、こっち0だったよね、うん、で100万貸したから0になりました、もう銀行本当はもっといっぱいお金持ってるよ、例えば一番わかりやすく100万貸したから0になりました、そしたらケントさんは0だったところのお財布が100万円入ってきました、はい、でも1回目の返さなきゃいけないタイミングで50万返すんだけど、50万円返すときにプラス10万円くっつけて返さなきゃいけません。ということで100万円から60万円返さなきゃいけないから40万円になっちゃいました。今借りてるのがね、もう返さないといけないお金が40万円ってことだ。残りのね、うんうん、そして今日50万円にプラス10万円抜けて60万円を返したから銀行には60万円が戻ってきました、うん、戻ってきた、ね、でそしてじゃあ次3番目に60だったのが、次は先にこっち書くけど40だったのが、これ60から
ゼロより実はマイナスになるんだけど、まあ一応ここだけ見るとマイナス20にしとこう。マイナス20って返せないけどね、これだけだから。三角形マイナス。あ、ごめん、そう、これマイナスって意味。失礼。マイナスって書こう。マイナスマイナス。マイナス20。うん。で、こっちは60万円返してもらえたとして、これマイナスになっちゃったら返せてないんだけどさ、返せたとしたら60が120万円になって、最終的に返ってきて、ケントさんに貸したお金はしっかり銀行に返ってきました。銀行びっくり。もともと100万円だったものが、お金を貸して返ってきただけで20万円増えてるわけ。120万だから、だから銀行はお金を貸すっていうことを通じて、まあこの例で言うと20万円儲かってるの。意味わかる？ケントに100万貸したつもりが120万になった。うん。それでケントはゼロだったのがゼロになるんじゃないんだよ。マイナスになってるの。これがポイント。意味わかる？なくなっちゃったんだよ。お金を借りるっていうことは、その基本的にだ、借りる以上にお金を返さなきゃいけないから利子っていうのがかかる。利子、うん、だから借りた以上のお金を返さなきゃいけないって覚えておいて。こうなるんだ。借りるっていうことはそういうことなの。ただで貸してくれないんだよ。なんか借りてちょっとありがとうの気持ちなんだよね、うん、そう、気持ちじゃないんだけど。気持ちじゃないけど、まあ、ほんで、じゃあまずここの足し算だけで言うと100っていうのは変わってないじゃん。もともと100がこっちに100に移って、で、最終的にこっちは120になったけど、こっちはマイナス20になったから、120足すマイナス20は100でしょ。だからもともとの100と変わってないの。だけど銀行にあった100が銀行は120に増えて、その分こっちは0からマイナス20になっちゃってる。ってことはさ、ケントさん何にもいいことなくない？借りても。でもその100万で、うん、例えばね、うん、ケントが、うん、その100万を持ってれば会社を建てれるって言ったら、会社を建てて、うん、それで儲かってれば後から20万をもらえるから。そうだね。いいってことか。そうそうそう、今日の話の一番じゃないけど一つ、これケントが100万円借りた理由はね、あのアイスクリームいっぱい食べたいから100万円借りただけだったら、自分が食べて例えば病気になっちゃったりして良くないかもしれないけど、ケントがこの100万円借りるのにちゃんとした理由があって、それを使って何かやりたいことがあるなら、この借りて最終的に減っちゃってるっていうことをしても悪いことじゃない。意味わかる？だから今ジリが言ってくれたけど、前言ったらこういう話したかもね。なんかしたね。100万円もともとさ0円しか持ってなかった人が、よしアルバイトするぞって言っても、急に100万円っていうのはなかなか手に入らないわけよ、うん、でもお金を、まあ、銀行が貸してくれるかっていう問題もまた別であるんだけど、貸してくれたとしたら、あのアルバイトするよりもさ一瞬で100万円手にするじゃん。そしたら100万円を使って、いろんなことができるわけよね、うん、商売って、あのなんか買ったり売ったりとかできるし、誰かに喜んでもらうこともできるし、何か作って自分が商売できるわけよ、仕事ができるわけよ、うん、だからケントは、これゼロの状態から毎月 1ヶ月に1万円ずつ貯めて100ヶ月で、ちょっと100ヶ月でも10年ぐらいかかっちゃうから、まあ、8年ぐらいだけど、いや8年後に新しい仕事するぞって言ってもさ、ケントもおじいちゃんになってるかもしれないよ。だからそういう意味でも時間を買ってるんだけど、時間を買って100万円ゲットして、ケントが例えば洋服屋さんを始めました。はい。そうしたらケント T シャツケント T シャツめっちゃ人気になってめちゃくちゃ売れたって言ったら、ケントこのマイナスの20万で銀行に借りることで0からマイナス20で損してるけど、銀行に借りたお金だけはね、でも、早く100万円っていうお金をもらえたから、預かれたから、これで T シャツ屋さんを始めて、これが1000万円1億円10億円っていう金額になったら、この払わなきゃいけない額は増えたけど、違う新しいことで大きなお金を作れる可能性がある、うんうん、だからお金を借りるっていうのは悪いことじゃない。あ、いいことでもあるし悪いことでもある、うん、だから借りることで起こるこういう自分のリスクもしっかり理解していれば、別にこれは借りるのは悪いことじゃない、うん、でね、こう、これがまずこれ結構大事な話だよ。いい借り方だね、これだったら。そしてあとさ、そのお金を借りるっていうので、あのね、もう一つやっぱ覚えておいてもらいたいのは、ジュウとケント大人になった時にね、これ知らないとまずいこと、やばい、まあ、
もしかしたらね、そんなほらビットコインとかで貸す、ね、暗号通貨であれかもよ、その、お金なんてないかもしんないけどさ、聞いてる？あの今さ、パパとかママはよく買い物行った時にクレジットカードって使うでしょ、うん、よく使う、クレジットカードのことね、クレジットカードでお店でピッてカード出したらさ、お金払ってないのにさ、物買えてるじゃん、で、あれってクレジットカードを使うことで、その場でお金がなくなってるんじゃなくて、あの銀、うん、裏で例えば45日後とかに、あのパパの銀行からこの使ったね分のお金がなくなっていくの。例えばクレジットカードで2月に30万円使いましたってするでしょ。そしたらそれがまとまって、何月何日か何月何日分までにあなたはこのクレジットカードを使って30万円使いましたねって言って、その30万円分を銀行から引き落とされるわけよ。でもこれポイントはさ、現金だったら、あの現金ってお金ね、あのコイン10円玉とか1000円札を持って、ああいう現金って言うんだけどさ、現金で30万円の買い物したら、今日買い物したら今日払って今日なくなるでしょ。でもクレジットカードっていうのは今日はお金なくならない。なんでだと思う？なんで？その情報、銀行はまだ知ってない。まあ、確かにまあ、そうだね。それは確かに。その情報をまだ知ってない。ママ、なんで？答えていいんですか？いいですよ。優等生なので。クレジットカードを、その場で使ったら、銀行にから引き落としされるのは45日後なので、その間はお金がなくなりません。なぜ書いてるのでこれ4つ。質問です。なんで45日後なの？45日っていうのは適当というか、適当じゃないんだけど、だいたい目安だから。これさっきも言ったけど、例えばまあこれクレジットカード会社とかによって違うんだけど、2月1日から例えばだよ、2月の28日までに使った分は、例えば4月10日に銀行からお金を、そのこの分のね、間の分まとめて全部4月10日に銀行から30万円分、引き落としますよ、取りますよっていう、うん、ふうな決まりがあったりするわけで、こういうのすぐじゃない、だから45日後って言ったよ。でこれややこしいけど、そういうフックカードとかはすぐなんだわ。ちょっと ねクレジットカードって別なんだけど、うん、で、まあ、これだとさ、例えば2月1日に使った分でも4月10日だし、2月28日に使った時でも4月10日に引き落とされるの。意味わかる？だから2月1日から4月10日は、ざっくり計算するとさ、2月丸々1ヶ月と3月丸々1ヶ月、意味わかる？と、4月の1日から4月の10日までの間分お金がなくならないわけよ。意味わかる？だから2月は28日でしょ、3月は31日か、うん、で4月は10日だから31だからいくつ59の69日分、うん、だからこれ45じゃなくて69だったりするわけで、逆に2月28だとここは31の10日だから41日か、うんうんうん、だからこの45っていうのは大体で適当に言ったら今45日ぐらいのことが多いっていう感じで、意味わかる？ここまで意味わかった、うん、でこれさ、クレジットカードで30万使ったら45日後に30万円銀行から引き落とされますって言った時に、これって一個不思議に思うことない？あれあれあれ不思議に思うことない？うん、嘘。だってさ、今ケンとみかんを買うとするでしょ、クレジットカードで2月1日にみかん買うじゃん、うん、で、みかんはあるんだよ、うん、お金2月1日には払ってないんだよ、うん、で、みかん食べちゃうんだよ、ケンと、うん、ね、でもお金はまだ払ってないの。あ、万引きみたいな。万引きじゃない。そうだよね。で、現金だったらさ、
2月1日にみかん買って食べたらみかんとお金を交換してるよね、うん、でもクレジットカードはなんでだろうってならない、なんか変なところ万引きだ、万引きじゃない、なんかおかしいと思う。まあ簡単に言っちゃうと、このクレジットカード会社さ、このクレジットカード会社全然儲かってなくない？うん、だってクレジットカードタダで作れたりするんだけどさ、うん、でもジルでケンタは作れないんだけど、タダで作れてこれ使わせてもらって今すぐお金払わなくて、これ魔法のカードみたいな、超魔法だよ、あのお金を出すの最後にできるっていうさ、本当にこの、あの使う人からクレジットカードを持ってお金をする人からしたら意味わかる、うん、じゃあクレジットカードってどうやって儲かってるんだろうっていうところをね、これが大人になった時に注意しなきゃいけないことでね、めちゃくちゃある。あのね、まあこれから大人になる時に聞いたりするかもしれないのが、リボ払いっていうのがあるわけ。リボ払い、まあまあまあそれはまあ言葉はこれから聞くだろうから、まあ適当にそんなことなんかどっかで聞いたなっていいんだけど、まあ簡単に言うとね、この30万円買い物するでしょ、うん、そしたらこれ普通のあの全部ここの2月1日から2月28日までに使った分は4月10日で、これ適当だよ日付は、大体他のカードだといろいろあるけど4月10日で全部一気に30万円銀行からお金取りますねっていうお金の支払い方を決めていたらね、うん、30万円使ったら30万円のまんまの引き落としそのままされるの。でもリボ払いがいいですってリボ払いでクレジットカードを使ってるとどうなるかっていうと、2月1日から2月28日までに全部リボ払いしたとするじゃん、うん、そしたら30万円使ったから4月1日に30万円引き落とされるかなと思ったら、実は違って1万円だけだったりする。これ金額は自分で決めれるんだけど、うん、決めれる、ある程度決まってる中から選べるんだけど、1万円だけでいいわけ。これすごくない？すごい。だから30万円の買い物したのに払わなきゃいけないタイミングでは1万円しか払わなくていいの。ラッキーやん。めっちゃ嬉しくない？お、なんだ30万使ったら29万はどこ行っちゃったんだろう。29万ラッキーだよね、ここだけだと思う、うん、え、じゃあ本当に29万どこ行っちゃったの。いいね、そうなんですよ。これリボ払いにした時、うん、次これさ30万30万だったらもうこれで終わりなわけ、うん、でもさ払ってたらね、これさ、クレジットカードね、自分たちがお金なくなっちゃうだけでしょ。だこれ何が起きるかっていうと、この利用者、例えばこれ誰にするか、ジュリーさん、ジュリーさん、ジュリーさんは30万買い回しリボ払いだっつったら1ヶ月に1万、よっしゃ少なく済んだ29万だ、次の月もこれまだ払い終わってないから当然1万円払わなきゃいけない、うん、でも1万円で済んでるじゃんっつって、まだまだ28万ってなるでしょ。でもこれ実はずっと払い続けなきゃいけない。でね、でここがポイント、一番大事なところ。じゃあこれ払い終わるのに何回1万円払ったら払い終わると思う？30回。正解。でも聞いて、これここめちゃくちゃ大事。リボ払いの場合は1万円を30回やってもまだ支払い終わりじゃありませんって言われるの。まだもっと払ってねって言われちゃう。なんでだと思う？貯めてた分、まあそうだね、そうだね、貯めてた分、だから言葉は悪いんだけど、まあ簡単に言うと、ここで30万円のカボチャ買ったとするでしょ、うん、高いよ、そのカボチャ、そのカボチャ代わりに払っててくれたわけじゃん、クレジットカードの会社がね、代わりに払ってくれてるのに、あのジュリは返すのめちゃくちゃ遅いんだからね、これお金を借りてんのと一緒なんだよ。あ、最初にやったのと一緒だ。さっき言った話を思い出した。お金を借りるってタダじゃないの。だからこれ、そう、だから1万円を30回だけで済むんじゃなくて、実は36回とか払わなきゃいけないの。するとトータル36万円払わなきゃいけないでしょ。30万回だったはず。自分の買い物したのは本当は30万円だけなのに、最後支払うのは36万円。さっきのさ、見たケントが100万円借りた時と似てない？これ、うんうん、6万円増えちゃってんの支払う額が、うん、でもリボ払いって1万円で済むから、うん、いいじゃんって、払うのどんどん先にできるからって言って使ってる人めっちゃいるの。
リボ払いは絶対ダメ、やめろって絶対言ってるわけじゃないけど、こういうことが起きるし、これって、まあ、これはちょっとあんな話だけど、癖になっちゃうわけよ。一回1万円で大丈夫だと思ったら、どんどんいろんな買い物こうやってやっちゃう。そうすると、自分はさ、じゃあこれ30万円で済んでるからいいけど、リボ払いで全部5000万円払ってたとする。5000万円全部リボ払いにしてたら、じゃあいくら返さなきゃいけないのかって、まあ、それは支払い方とかでいろいろ変わるんだけど、これで言ったら、じゃあ、いくら？20%だから6000万円にしか返さなきゃいけないんだよ。大したことないじゃんと思うよ。これ1000万円何も自分で使ってないお金払わなきゃいけないからね。っていうことで、こうやってリボ払いが溜まってって、これ1万円で済めばいいけど、いろんな買い物をリボ払いすること、毎月毎月リボ払いしてたら、これが自分は使ったお金今月5万ぐらいしか使ってないはずだったのにって、これ毎月毎月その金額返してれば終わるけど、リボ払いで今までに溜まってたら急に少なくなっても、リボ払いの分があるからこっち30万円払わなきゃいけないみたいなことになったりするわけよ。いや、これはさ、まあ、人によるけど、普通に仕事をしてる人とかで給料20万円しかなかったらこれ返せないじゃん、うん、そしたらまたどっかからお金借りなきゃいけなくなってきて、そしたらその人にも、例えばこの後足りないから50万貸してくださいって言ったら、この50万円も60万円にして返さなきゃいけないとか、もう全部借金になっちゃって返せなくなっちゃう、うん、っていうことも起こるかもしれないっていうことで、このリボ払いっていうのは、まあお父さんという立場で言うと子供たちは使わない方がいいって言いたいけど、でもまあ、儲かるためではあるけどね、こういう方法もあるからね。だからリボ払いっていうのは、じゃあ借りてるってことなんだ。可愛く言ってるけど、うん、先に支払ってくれてる分を後払いにしてるわけだから、うん、その分手数料取られるよって話。リボ払い、うん、そのままさ、30万さ、じゃあ払ったら何もないの？どれ？ここ？ここは手数料ない。30万だったら30万のまま。逆にこれクレジットカードさ、これはまた別の話になっちゃうけど、クレジットカード会社っていっぱいあるわけよ、うん、でもさ、世界中に人口は大体70から80億人いるけど、まあ、日本人は1億人いるでしょ。で、1億人の中でも、まあ、クレジットカード持てない人もいるわけ、ね、これはまたあれだけど、クレジットっていうのは信用って意味なの、英語で。クレジットって信用って意味、信用か、うん、そう。だから信用がない人にはクレジットカードって作らせれない。だから10でケントはクレジットカード作りたいですって言っても、あなたはダメですって審査が落ちる。それは今年齢も低いし、お金も稼いでないからね。返せる見込みがない人にはクレジットカード作らせてくれないわけよ。これ当たり前でしょ。例えばジリ、学校のお友達で、まあ、そんな子はいないかもしれないけど、貸したものを返さない。今まで5回貸してあげたもの全部返ってこなかった人に6回目貸してって言われた時、貸したくなる？ならないでしょ。これ信用がなくなっちゃってるから。それと一緒。まあ、なくなってるわけじゃないけど、信用がないから。二回目。一回さ、これ私のだよってやつ。ふざけんな。そう、今5回は分かりやすく言ったけど、2回目では貸さないのが賢いかもしれない。まあ、それはちょっと別の話。で、信用って意味ないけど、何の話だったっけ？クレジットカード。そうそう。で、クレジットカード会社も日本人の1億人を、私のクレジットカードを使ってください。なんでかというと、最終的にはこういうのに使ってもらって儲けたいからさ。私のクレジットカード契約してくださいっていろんなところで宣伝されてるの、ね、そうすると、じゃあ自分のところのクレジットカードを、自分がクレジットカード屋さんになったと思って、いろんなクレジットカード会社さんがある中で自分のクレジットカードを選んでもらうために、なんかお客さんにいいことあるようにしたいと思わない？うん。何、どういうことする？お金をあげる。あ、それも一つ作戦。ケントはない？あ、かわいいカードにする。ああ、それも一つあるね。ミニーちゃんのカードとかあるね、ほんとに。ミニオンとか欲しくなるでしょ。うん、マリオとか。マリオとかあとは、これを思い出して、イオン行った時にイオンのクレジットカード申し込みませんかってよくやってるの見ない？あ、なんかあ、ガラガラやってたりじゃん。あるな。ガラガラは、まあ、携帯が多いけどな、最近は。え、じゃあ、ガラガラ今これ申し込んでくれたらディズニーランドのチケットあげますよとか。そういうのもあるよね、あるある。あ、いいね。あとほら、マグカップとか、あとしょぼいって言ったら怒られちゃうけど、トイレットペーパーとかサランラップあげますよとか言ってさ、あとなんかほら、かわいい女優さんが、うん、あ、これやってたとかって AKB とかね、ファイルクリアファイルとかもあるね。まあ、だから物をあげたり、なんかのチケット、まあ、チケットも物か、
あげたりね。あともう一つよくあるのは、30万円使ったら 1% ポイントで返しますよっていうのがあるわけで、 1% って難しいと思うけど、あの30万円で言うと3000円、3000円分のポイントをあげますよって、使った金額に応じてポイントあげます。そしたらそのポイントを、例えばあの何か食べ物に変えれたりとか、あとはなんか違う、Amazon ポイントとかに変えたりとかね、なんか、まあ、要は使えるわけ自分で。だからこういうポイントを、じゃあ、ライバルのクレジットカード会社は 1% だから、うちは 1.5% にしようよ、じゃあこっちの方がいいなって言って、みんなこっち申し込むかもしれないじゃん。だからクレジットカード会社もお客さんを一人でも増やすためにこういう競争してるわけ。そうだよ、はや、そしたら先入れだ。だからちゃんとあの支払うべきタイミングのお金を使ったものを支払うべきでタイミングでそのまま使って、あ、ちゃんと引き落とすっていうのを、これリボ払いしないで、これやってる人は30万が30万なくなるだけじゃなくて、ここでポイント増えてるから、あのそれ自体はあのあんまり悪くない、むしろ得なことが、だからみんな結構クレジットカード使ってる人もいる。でもあのお金なくなってる感じがないからさ、手元からこれ買ってもカードで払ってポイントなくなるから、魔法のカードみたいに思っちゃうじゃん。だからあの10万ぐらいしか使ってないと思ったのに30万も使ってたってこともあるから、あのお金の使い方を間違えないような人になってるかどうかも大事。無駄遣いしちゃいそうな人がクレジットカード持っちゃってどんどん使っちゃうと危険。使い方次第では良いポイントが貯まって、あの使ってる人が得になることもあれば、うん、使い方が良くなかったらあのリボ払いみたいに多く払ってしまうかもしれないから、うん、使い方って大事なんですね、うん、でもほらケントの最初の話で言ったけどさ、この借金をする、もともと借りてるお金よりも高いお金を払わなきゃいけないけど借金をするって悪いことじゃないんだよ。ケントがさっき言ったように、あの手にするお金を早く借りれるから、だからそのお金の使い方が大事ってことよ。買い方だねっていうこと。だからお金の貸し借りっていうのには、ただお金が100万円から100万円動くだけじゃなくて、貸した方はそれ以上のお金をもらえるし、借りた方はそれ以上のお金を返さなきゃいけないっていうことが発生するの。ただじゃないの、お金の貸し借りはね。なるほど。こういうリボ払いとかお金の借金、借りるっていうのは借金のことだから、っていうこととかっていうのは、まあ、軽くね、こういうのは覚えておいてほしい。はい、はい、以上でございます。